どうもこんばんは、シオンです。今回もホラーフィールドで遊んでいきたいと思います。で、今回はですね、まずサイコを1セットやって、サバイバーを全キャラやった後にまたサイコに戻っていきたいと思います。では早速肉屋から順番にやっていきましょう。まずはフィルとジャック、メアリー、2人ですね。マップはどこでしょう？村ですね。なんかちょっとカウントのタイミングが微妙にずれてたような気がするんですが、左側でバチバチ聞こえるが足音は聞こえないですね。ただ下で叫んでくれたんですけど、メアリーですか。メアリーはね、優先度低いんでほっといた方がいいんですけど、まずおじいちゃんからジャックですね、見つけなきゃいけないのは。2人いますね。ただもう袋の中はすでにつけられていて、2台が早くも回りましたね。早すぎるな。これ追っていくしかないです。あ、おじいちゃんいましたね。素晴らしい。完全に偶然ではありますけど、諦めてメアリーを追ってたんですが、偶然おじいちゃんがいましたね。ただもう3台回ってます。早すぎるぞ。さらに運よくワンパンが入ってくれましたね。じゃあここ破壊しときましょうか。これで残り3台になりましたね。とりあえず3台に戻し、音が聞こえるから戻ってきたらメアリーが救助に行っていたと。さすがに連続でワンパンは入らず、扉開ける音なんでこっち行ったのかな。あ、いましたね。部屋の中にいます。で、左が開く音聞こえたので、おっと救助入りましたね。で、おじいちゃんに追撃を入れ、この緑の足が残ってるうちにジャックを追いかけたいところではあるんですけど、ジャック足速いんでね。あ、ただかろうじて足跡残ってます。これをなんとか見失わないようにしたいですね。ようやく目視できました。なぜ右？あ、フラットか。一発殴って扉開く音？左ですかね。あ、そうですね。音が鳴ってなければ左上に行くところでしたね。まずは全キルですね。では次、崇拝者行きましょう。まずジャック、マーカス、フィルと来て、リナですね。マップは引き続き村です。今回村多めなんですかね。どうでしょうかね。右側で音が聞こえるような気がします。ただリナが叫んでいるので、石の残らないリナをまず仕留めたい。鉄の扉が開くと左から右、どっちでしょうね。こっちじゃないのかな。まずい、リナ見失いましたね。まずいぞこれ。どこだ。ただ足跡を見つけて、まだポーションの効果残ってるんで扉を一撃で破壊して、マーカスですか。もういいや、半分投げましょう。で、おじいちゃんが下で叫んでいる。連続で叫びと爆発を繰り返している。
今どこ行ったんでしょう。あ、木の扉が開く音聞こえてるんで、これ救助されちゃいますね。仕方ない。いました。ただ救助をね待って、おじいちゃんがね牢屋に入った瞬間に2人とも救助されるのがどうしようもないんで、ちょっと時間を置いてから追撃を入れましょう。そろそろジェネレーター蹴らないとまずいことなので、ね、蹴っておきましょう。で、破壊して残り3台に戻します。で、早めにマーカスとリナを見つけたいところではあるんですけど、リナがいると毎回好き放題されてしまうんでね、たまらずコンパスを使って、あ、リナがいましたね。これは逃がすわけにはいかない。ナイフが投げれず、リナに追撃。これジャックが救助に行ってると3人同時に救助されてしまう恐れがあるんで、早めに仕留めて戻りましょう。おっと、ミスが痛い。で、追撃入れて、まず1人死亡。ん？近くで足音、痕跡ありましたね。で、そのまままっすぐと。さすがにこれは救助できないでしょう。あ、扉生きてる、まずい。扉がバウンドしてましたね。どういうことなんでしょうか。で、変な逃げ方してて、なかなか見つけづらい感じ。ただ残り1人なんでね、この足跡さえ見失わなければいけません。でも加速状態で画面見えてるんで、これはどうしようもないでしょう。で、追撃入れて終了と。ではサバイバー側行きましょう。ジャックから順番に行きます。まずお相手崇拝者、味方はリナとジャック2人目、そしてマーカス。さらに村ですね。今のところ村しか来てないぞ。いきなり1人右にいましたね。すごい近くからのスタートですね。あれ、ジェネレーターがないぞ。ようやく見つけましたね。ちょっとタイムロスしました。しかもサイコがね、近めにいるんで、味方も結構近めですよね。まあ、なるべく被らないでね、個別に修理していきたいところではあるんですけどね。危ないところは複数でもいいんですけど。で、ほぼ2台同時につきましたね。で、上側で心音が鳴り始める。あ、近いですね。今扉を開けてしまったせいでバレたかもしれません。で、3台目がつきました。で、建物の中でね、2人で安全に修理してるんで。あ、爆発しちゃいましたね。なぜ2連続爆発。これで残り1つになりました。2回連続爆発したんで、もしかしたらこっちに来るかもしれませんね。この小部屋の中入ってきました。来ました。で、牢屋の横の扉も生きてるんで、追われてるか。お、そっちかい。え、なんで左から来た。あれ、右にいたんじゃないんですか。まずいぞこれ。扉はここ壊されてないんで、とりあえず中に入り、扉に2枚壊してるうちに自己回復しちゃいましょう。ただね、味方のジャックが近く走り回ってるんで、それがね、この中に入ってきてサイコをね、部屋の中に入れられたら地獄なんですけどね。割と危なかったです。で、そのまま通電しましたね。誰かがサイコに見つかってますね。ただ心音鳴り始めてるんで、こっち来るかもしれないんですけど、
こっち来そうな気もしますね。ジャック一発くらい。こっちには来ない。ゲート開く。で、一人脱出済みなんで、鉄の扉を蹴っている。右下でしょうか。あ、食らったジャックも脱出。同じところ来てましたね。さすがに足が速い。では次、メアリー行きましょう。今のところ全部マップ村ですけどね。お相手崇拝者、そしてリナが2人とマーカス。ようやくマップ変わって人員になりましたね。ただ痕跡残らないキャラ2人なんで、足跡見つかるイコールメアリーかマーカスというね、割と地獄な状況になってますね。マップもきつめなんで、早めになんとかしたいところではありますけどね。このツールキットの時間を生かしてなんとかやっていきたい。で、開幕誰か見つかってますね。まず一つつけて、あ、ここにジェネレーターがない。あまりマップの上側に行きたくないところではあるんですけど、リナとすれ違う。で、2台目ついて、心音はなんとか鳴った後に消えました。誰か追ってるんでしょうかね。いや、再度鳴り始めている。こっちに来るかどうかですよね、問題は。なんで叫んだ。で、ここの扉は破壊されていて、どっから来る？あ、来ました。さすがに無理なんで、指輪を使って消えていくと。ただ同じ方向走ってきてたんで一瞬焦りましたね。これで残り一つになりました。で、この小部屋の中にね、もういいや、もう一個ツールキット使っちゃいましょう。ただバレたくさいですけど、こっち来るかもしれません。あ、来ないんで、今のうちに通電まで持っていきましょう。で、マーカスが食らうと。で、すでにゲートを開けていますね。開けるの遅いですね。さすがに遅い。まずい。来てるんじゃない。扉蹴ってないんで、これ救助に行けないかもしれません。指輪のクールタイムが回復すればいけるんですけど、なんで叫ぶんだよ。叫んだらもうバレバレじゃないですか。いけるか。帰ってくれ。もう妨害アイテムないんで、次捕まったら死にます。あとは頑張って逃げてください。私はもう知りません。で、ちょっと待機してですね、仮にこっちに来たらマーカスのためにもね、懐中電灯投げつけて時間稼ぎましょう。あ、やられる。無理ですね。出ましょう。では次、ゲイリー行きましょう。今回は崇拝者多めですね。マーカスとゲイリー2人目。で、ゲイリー3人に増えましたね。ただマップはバンカーです。扉多め、これはありがたい。一気に行きましょう。
ただジェネレーターが見つからないぞ。どこだ。ようやく見つけて。いや、かなり近いですね。右上でしょうかね。鉄の扉蹴ってるような音が聞こえますけど。マーカスつけてから行きなさいよ。なんでうろうろしてんの。ちょっとこの状態でね、ここまで来てジェネレーター修理するの怖いですけどね。ガン逃げしてないで修理しようよ。その間に着きますよ。あっという間に残り1台ですね。こっから走ってきたということは中はついてる感じでしょうか。あ、ついてますね。ただゲート横の扉が破壊されてるのが割と痛い感じですけど。でここまで展開早いと残り1台を探すのが大変なんですよね。ありました。でゲイリーが一発食らってますね。2発目ももらっていく。これ牢屋に入る前に通電できたら完璧だったんですけどね。で修理してマーカスが上のゲートの方行ったんで、上のゲートを開けてもらってる間にはあわよくば救助としたいところではあるんですけど、未だ心音鳴ってるのがね、嫌な感じですよね。でゲイリーはそんな遠くまでね、足が遅すぎて行けないので逃げ切れないと思うんで、下のゲートを開けるしかない。しかも叫びましたね今ね。なんで叫ぶかな、このタイミングで。間違いなく戻ってこられたら死にますね。まずい。いや目の前で消えてるのが解けましたね。いやこれ来るよ、逃げろ。大丈夫かな。もう一人のゲイリーについていきましょう。でゲートを蹴られてる音は聞こえてないので多分開けれるでしょう。でゲート開いて2人で脱出と。次リナ行きましょう。今のところマップの偏りがひどいですけどね。あと最古の偏りもね。また崇拝者ですね。でメアリーとマーカス、そしてフィルですね。マップは本日多めの村です。右上付近のからスタートですかね。であえて扉を開けてね、音の情報をサイコ側に送りつつジェネレーターを修理していってます。まあ、開幕できればね、ここの付近は開けない方がいいんですけどね。サイコから思いっきり聞こえるん で外側もジェネレーターあるか確認しつつ、ないですね。でこの小部屋の中もないんで、マップの中央見に行きましょうか。中央はある。これ3人で直しきれるか。いや余裕で逃げていきましたね。ひどい、見捨てられましたね。でなぜかこっちに来る。足跡見えてるのか。見えてないはずなんですけどね。なぜかこっちに来る。でこのやりづらいところもついていて、ここはない。左上を見に行きましょう。真ん中らへんか。なかなか逃げづらい位置にありますね。これすぐ上にいないかな。今この右上の小部屋の鉄の扉を蹴ってる音が聞こえたんですけど、これ着いた後確認しに行きましょう。
扉どこ行った？あ、部屋の中に倒れてますね。やはり壊されてましたね。ただここに来なかったおかげでバレなかったですけど、で最後残り1台でやる場所ではね、非常に危険なこの場所をやらざるを得ないんですけど、なぜか叫んで場所を教えていくと、まあ、当然来ますよね。いや、きつい。まあ、かなりジェネレーター進んでるんで、やっぱりそうなりますよね。え、なんで下にいるの？あれ、マップの上側にいなかったの？で、メアリーがやられたので救助しに行きましょう。即救助して、これは左側のゲート開けますか。いや、こっち側にいそうですけどね。あ、すぐ右下にいます。さすがに時間稼ぎ厳しい。これどうする？この牢屋横の扉生きてるの珍しいですね。次見つかったら非常にまずい状況なんで、なんとかしたいところではありますけど、もうすぐ指輪のクールタイムが回復するんで、まずはゲートを開けつつ、で右側のゲートも開きました。これで左右開いてますね。割と近めなゲートの左右が開いているので、運が良ければ逃げれると。でメアリーは脱出しないなと思ったら自己回復してましたね。でおじいちゃん救助して、おじいちゃんはどっちに行くのかな。左っぽいですけどね。スタンさせて時間稼ぎ、さらに目の前通ってこっち来るように誘導しましょうか。でおじいちゃんには右側に逃げてもらいましょう。ワンパンクラウナやなんで指輪使って回避して、でおじいちゃん脱出確認したので出ましょう。次マーカス行きましょう。また崇拝者ですね。でマーカス2人目とエイリーとリナ、マップはバンカーに変わりましたね。で開始スタート位置はマップの右上付近。このマップはマップの上側がね結構危ないんですよね。特に右上が危ないんで。ただマーカスはワンパン絶対に食らわないんで、まあ、ある程度はなんとかなるんですけどね。まず一つつけて、だんだん心音がでかくなっていきますね。あ、ここにジェネレーターがない。あー、いましたね。なるほど。じゃあ逃げづらいここやっちゃいましょうか。まあ、こっち戻ってこないことを祈るのみです。ただ左側で鉄の扉を蹴ってる音が聞こえます。あ、視界に入ったかな。どうだろう。今左下をねかすかに通り過ぎていったんですけど、あー、なんで叫ぶかな。バレたじゃないか。でスタンさせながら強引につけて、これ強引にやるとろくなことないんで、まあ、あまりやらない方がいいんですけどね。今のは仕方ないですね。ゲージゼロに戻されるよりはマシ。しかも仮に食らったとしてもワンパン食らわないんで、マーカスならばこういうねご利用しも可能です。でここもついてて、あ、ここか。
ょうど着きましたね。ただ信号になってるところにみんな向かってってますけど、このマップゲートが2箇所しかないので、まあわざと一発食らいますか。で食らって扉閉めて時間稼ぎしつつ、行ければ自己回復。で2人脱出済み。しかも追ってこない。左の鉄の扉蹴ってて3人脱出済み。おそらくね、上側のゲートが開いてると思うんですけど、あ、下も開いてましたね。逃げましょう。早かったですね、2分台。アイテム回収してフィールですね、行きましょう。久々に見ましたね、肉屋。そして味方はゲイリーとマーカス、そして最後はリナ。ただマップ寺院ですね、嫌な予感しかしない。しかも寺院内中央からスタート。まあ、できれば寺院内はね、複数人で早めにつけてしまいたいところではあったんですけど、まあ、ゲイリーは足が遅いですからね、特に足が遅いんで。いや、これワンパンクラブシャレだな、つけきれるかこれ。強引につけて、うわ、指輪がつく、指輪使ったのに食らった、やらかしましたね。強引は良くないんですよ、マーカス以外はね。あ、マーカス来てくれましたね。通り過ぎていくかと思ったんですけど、でリナは素通り。いや、リナが救助キャラなんですけどね。ありがとうございます、助かりました。で割とおじいちゃんは自己回復も早いので回復をして、でマップの下側に3人揃ってるんですかね。これで全員いることになります。なんでちょっと偏っちゃうかもしれません。でゲイリーが早々に2発食らって、これは牢屋行きでしょう。ただ肉屋は牢屋に入れてからね、ゲージ減らすのが結構時間かかるんで、余裕を持って救助に行きましょう。マーカスが行ってるかなこれ。で聖水投げつけて、でちょっとジェネレーター修理がマップの下側に偏ってるっぽいので仕方ないですが、上側に行きましょう。あれ、ジェネレーターがないぞ。ようやく見つけましたね。上側危ないんですよね、ここね。で、さらに1台ついて残り2つ。左からアショート。で、右からサイコか。ということは左は味方だったみたいですね。でこれで残り1台。マップの下側に残ってるとありがたいんですけど、あ、ジェネレーターありましたね。はい、なんで叫ぶ。後半終われんのが一番ね、まずい。ちょっと連続で叫ぶのやめて、本当に。しかも爆発、3回連続通知送ってきましたね。正気か。いや、これは無理、さすがに無理。で、ジェネレーター蹴らなかったので、しれっとつけて、これで通電と。懐中電灯のクールタイムが回復したら救助に向かいましょう。リナの協力でね、あっという間にゲートが開いて、どっから来る？外側にいますね。ただ今内側ですれ違ったんでバレたと思うんですけど、ただ逃げる方向のゲートにいるんで非常にまずいことになってますね。向かってって大丈夫かい、それ。あれ、いないのかな。
どこ行ったんでしょう。ここ破壊されてそのまま別のゲートに向かったんでしょうかね。まあいいや、逃げましょう。では最後側に戻ります。まずはアイテムを回収して、じゃあ肉屋行きましょうか。今回はいろいろとね、偏りがひどかったですね。特にほぼ崇拝者と村でしたね。でお相手がマーカスとジャック、フィル、そしてジャック2人目ですね。を使って人員って久々なような気がしますけどね。あんまりやるイメージがないですね。結構サイコ有利なんで。きついバンカーが多めなような気がしますけどね。で時点で村、おじいちゃんが叫んでます。ジャックいたんですけど、ジャックは放置して、あ、ハープン投げればよかったですかね。いや、もう一人のジャックにハープン投げます。これね、遠距離でダウンって相当凶悪ですよね。これね、強すぎるよ。ただポーションを使った分のね、扉の破壊ができなかったのでちょっともったいなかった気がするんですけど、開幕2人ぶち込めたんでね、よしとしましょう。で下側で爆発してたので、あ、やはりここがついていると。でこれはおとりかな。ジャックですかねこれ。あ、マーカスでした。でマーカスにまず一撃。今のうちにジャックが救助入るのかなと思ったら、あれ、さらに緑の足跡ありますよ。これ救助に行ってないとそのまま全滅まであります。どっち行った。一応右側行きましょう。ということは左ですかねこれ。あれ、痕跡がないぞ。近くでジェネレーター作ろうと。この建物の中でしょうかね。鉄の扉が開く音なんで下にいますね。いました。あ、なんでミスる。まず一人死亡でようやく一撃が当たる。これは左に逃げてんのかな。いました。あー、目の前で扉閉められる。これは痛いですね。ただ赤い足跡が残ってるんでこれは逃げられません。救助来ないおかげで助かりましたね。ではこれで全キルできればラストゲームとなります。崇拝者行きましょう。いきなりフィル2人で、さらにマーカスと、マーカスも2人と、そして本日多めな村ですね。音が、音が聞こえないですね。なのでマップの下側に来てみたら足跡を見つけました。おじいちゃんとマーカスが一人ずつで、狙い通りですね。おじいちゃんにも一撃ナイフ当たりましたね。まあ、マーカスとどっちに当たってもよかったんですけど。まずはマーカスを牢屋に入れ、おじいちゃんに追撃。救助早い。
強引に救助する感じではないと。まずは赤い足跡を追って追撃していきましょう。ずいぶん遠くまで逃げましたね。あーミスか、安定のミスで、しかもマーカスと目を合わせたんですけど、マーカスは放っておきましょう。まずはおじいちゃんを追って、おじいちゃん2人のね修理を阻止できたらかなりでかい。で扉に一緒に入って、しかもワンパンが入っていく。まだ開けたままなんでね、そのまま外にも出れる、素晴らしいですね。でマップの下側にいたマーカスが、あ、やはり来てましたね。ただちょっと遅かったですね、噛み合ってしまいました。まず一発、で追撃と。早かったですね。ではデイリー回収して終わりましょうか。はい、今回の配信はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ではおやすみなさい。失礼します。